どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではファイアーエンブレム風化雪月続きをプレイしていきましょう。さて、今回は天魔の説ですね。第2部天魔の説です。アリルで炎兵との、合流が月末にありますね。はい、ではとりあえず月始めですので、まず散策をしていきましょう。散策をして昼種クラス生の子たちに話を聞いていきましょう。そうだな、俺がリーガン家の嫡子に収まれたのもジュディットの口添えがあったからでね。あの列女にはますます頭が上がらなくなっちまうが、そこは我慢するさ。俺たちが次の一手を打つにはどうしたってダフネルの兵が必要だからな。敵に妨害される可能性がないわけじゃない。しっかり準備しといてくれ。まあね、取れるなんか手があるんだったら、なんかね、兵を増やせる手段があるんだったら、それをやった方がいいですよね。先生、同盟領と帝国領をつなぐ大橋は現在帝国軍の占領下にある。つまり帝国軍はいつでも同盟領に侵攻できる状況にあるということだ。父が新帝国派の立場を取り続けるのは何もリーガン家に対抗したいからではない。帝国に侵攻の口実を与えないためだ。それだけは理解しておいてもらいたい。まあ戦略的な判断ですね。ありがとな。なんかお前いつも話しかけるとき食堂にいない？ただで飯を分けてくれるなんて、ジュディットさんっていい人だよな。女神様より女神様みてえだぞ。先生もそう思うだろ？それガルグマク大修道院で言う？俺は会ったことねえから知らねえけど、きっと綺麗で優しい人なんだろうな。煉獄の谷、聞いたことはありましたが実際に行けるなんて思っていませんでした。楽しみだな。一体どんな風景なんでしょうね。暑そう。確かに名前からして暑そうですね。煉獄と呼ばれるには何か理由があるんでしょう。そういえば煉獄の谷アリルは3つの貴族の領海がちょうど接する場所にあるんです。王国のフラルダリウス家とガラテア家、それに同盟のダフネル家ですね。北方のフラルダリウス領内では旧王国軍と新しい公国の軍が交戦中らしいですね。煉獄の谷、煉獄の谷。以前アリルの伝承について記された本を読んだのですが、思い出せなくて。ああ、女神が罰のために大地を焼いたって言われる曰く付きの土地ってこと？そうだな。ジュディットさんの武勇伝、兄さんから聞いたことあるんですよね。誰も手がつけられないでいた暴れ馬を人睨みしただけでおとなしくさせたとか、挑発してきたパルミラの将を逆に言いまかして泣いて謝らせたとか。まあとにかく頼もしそうですよね。一緒に戦ってくれたらいいのにな。挑発でレスバ負けるって相当敵も弱いけどな。もう教師でも生徒でもないってのに、みんなあんたのことを先生って呼ぶよな。まあ私もそうだけど、あんたはどう呼ばれたいとかあるのか？名前で呼んでもらおうか。そうなのか。じゃあ呼んでやろうか。いや、なんか照れくさくて無理だな。そんなことある？はい、では、ヒルシュクラス生の子たちはみんな話しかけ終わったので、とりあえず今回もじゃあ28日まで飛ばしちゃおっかなね。外伝は別に大丈夫でしょうね。まだ期日があるはずなので、じゃあ28日まで飛ばします。はい、28日まで飛ばしました。では今回は残り時間は支援会話を見て過ごそうと思います。裏作業してる最中にレオニーと会話は発生したけど、まあちょっと今じゃねえっつって一回飛ばしました。じゃあレオニーから先見ていこっかなね。先生、
ちょっといいかな。この間のことか。この前は本当にごめん。私また勝手に熱くなっちゃって、謝りに行った挙句にまた喧嘩売って、猛烈に反省してます。はい。あんたならそう言うと思ったけど、さすがにな。自分で自分に呆れるよ。だけど師匠のことになるとどうも冷静になれなくてね。このままじゃいつまでたってもあんたとまともに話せやしない。それで相談なんだけど、先生、私と決闘してくれないか。はあ、結婚、結婚。そう、結婚。違う、決闘だ。こっちの都合で申し訳ないけど、あんたと真剣勝負して気持ちにけじめをつけたい。まあ、それはいいね。受けてくれるか。いや、全然いいよ。手加減は無用、お互いに全力で戦おう。乾杯だな。参りました。だとしてもあんたの方が強かった。おかげですっきりしたよ。先生の剣は正真正銘のジェラルド流。まるで師匠と手合わせしてるみたいだった。あんたと張り合うのは師匠と張り合うのと同じこと。もうやめる。これからは余計な対抗心を捨てて師匠との約束に専念させてもらうよ。師匠がね、自分に万一のことがあれば代わりにあんたのことを支えてくれって、その時は冗談っぽく話してたんだけど、その後すぐ師匠はあんなことに。そういうわけだから師匠に代わって私が先生を支えなきゃならないんだ。ちょっと頼りないとは思うけど、私根性を決めてもっと強くなるからさ。この戦争が終わるまで私の雇い主は先生ってことでいいかな。よし、契約成立だ。絶対にあんたを守り抜くからな。いいですね。まあ吹っ切れてよかったんじゃないかなね。さて、じゃあ A プラスが存在しそうな、発生しそうな子をやはり優先的に見たいんだけど、シャミはまだ発生してないか。もうだいたい発生し終わってるか。これマリアンヌは A プラスは存在しないからね。ヒルダのセテスぐらいか。そうだね、ヒルダのセテスとレオニー、あ、まあ、アルイスもセテスも A まで来てるんだ。あ、じゃあもうヒルダとセテスだけは絶対見ないといけないですね。ヒルダ。あ、セテス様、こんにちは。ほう、何ですか。私に声をかけられても逃げ腰にならなくなったな。あ、気づかれてましたか。セテス様にじっと見られると心の中まで覗かれてる気分になるんですよ。ほう、それが苦にならないということは後ろめたいことがなくなったのか。いえ、慣れただけです。セテス様が怖いだけの人じゃないって分かったし。後ろめたいことはあるのか。いつまでも怠け者では困るな。そうですね、私だって冬眠できない狐さんにはなりたくないですし。そうか、寓話に込めた教訓が正しく伝わっているようで何よりだ。でもあの話ちょっとリスさんが冷たすぎませんか。自分だけ良ければ友達が困ってても関係ないみたいな。ん、確かに子供がそのような考えを持ってしまうと困るな。リスは蓄えたどんぐりを少し分けてあげて、それでキツネはどうにか春まで耐えたとでもすればどうだろう。
それなら子供たちも優しいリスさんになりたいって思ってくれそうです。うん、そうか。君に聞いてもらって正解だったな。そうだ、フレンのために作った偶話はまだまだあるんだ。聞いてくれないか。いっそちゃんと本にしたらどうですか。私だけが聞くのももったいないですし。ほうほう、それは妙案だな。よし、早速準備に取り掛かろう。君、絵は得意かな。挿絵を描いてほしいのだが。絵ならイグナーツ君の方が。まあ子供向け絵本の挿絵くらいなら適当にちゃちゃっと描けそうな気も。ついでに内容についても意見が欲しい。手伝ってくれるか。ちょっとめんどくさいけど乗りかかった船ですし。わかりました。そうか、私もやる気が出てきたぞ。これは子供たちの未来のための大事業だ。こんなに嬉しそうにはしゃがれると面倒ごとも引き受けちゃうわね。まあこれでね、ヒレラがもうちょっと働き者になってくれると嬉しいですね。オッケー、じゃあどうしようかな。上から順番に見る、下から順番に見るか。でもね、レオニーこの間、めちゃくちゃ見たんだよな。ヒルダにすっか今回ね。なんか最近息が詰まることばっかり。クロード君、息抜きにまた子供の頃の話でも聞かせてよ。ああ、じゃあガキん時に親父から聞いた異国の昔話でもしてやるよ。昔々群れからはぐれて迷子になった白いラクダがおりまして。よかったね、白ラクダ。死んじゃうのかと思ったよ。いや、号泣するほどいい話だったか。感動したよ。クロード君、この話の良さが分かんないの。今までチリほどもいいとは思わなかったが、お前の号泣を見られた点は評価すべきだな。何よそれ。お前いつも嘘泣きばっかりだったろ。瞳を潤ませていかにも悲しいですって。ひどい、いつも本当に悲しくて泣いてるもん。お前がどう言おうと分かるもんは分かるんだ。いい加減腹割って話せって。そっか。もしかしてさ、私のこと分かるのってクロード君も同じだから。同じ？クロード君嘘笑いすること多いでしょ。そういうの私には分かるんだよね。本気で笑ってるっぽい時もあるけどさ、例えば先生と話してる時とか。こりゃ参ったな。確かにそうかもしれない。その点に限って言えば確かに俺とヒルダは同じだけど、よく分かったな。俺のことをずっと観察してたのか。そうだよ、クロード君のこと気になってつい目で追っちゃうから。また今のはなし。クロード君、今の忘れて。いやいや、忘れたくても俺のこの小賢しい頭が忘れさせてくれないって悪いな。それに俺がヒルダの嘘泣きを分かったのもお前をずっと目で追ってたからなんだぜ。え、ちょっと何よそれ。なあヒルダ、いろいろと片付いたら俺の家族や師匠に会ってみるか。おっと、勘違いすんなよ。ただ俺の家族に興味があるみたいだったからさ。何よりヒルダはいろいろ話してくれたが、俺はまだこの春の内を晒しちゃいない。俺の親にさえ会えばそれがわかると思うまあ驚かしちまうかもしれないけどな。クロード君の家族のね。まあちょっと面白そうかも。それじゃあその時までに互いの気が変わってなかったら一緒に来てくれ、ヒルダ。ああ、でも長旅になるなら
兄さんが許してくれないかも。ああ、そりゃ確かにフォドラの首飾り並みの難関だな。まあなんでクロードがヒルダに家族に会わせようとしたかっていうと、ヒルダはね、レスター諸侯同盟の北部を守るフォドラの首飾りっていう場所を守っているご家庭なんですよね。で、その、まあ、フォドラの首飾りを何から守ってるかっていうと、そのさらに北にいるパルミラっていう国のやつらから守ってるんですけど、まあ、クロードが実はそっちの出自っていうので、だからヒルダと家族を会わせようとしているんでしょうね。フォドラの首飾り、だからなんか前話あったけど、その瓶に蓋をしてしまっていると言われているフォドラの首飾りを、そのまあ蓋を開けたいってクロードは言ってたので、ヒルダを味方に引き込むっていうのは、まあ、重要なことではあるんですよね。まあ、ちょっと地図がないとね、みんなもなんかこう想像しにくいかもしれませんが、まあクロードの野望にはヒルダの助力が必要だってことですね。ローレンツ君、ねえ見て見て。どうしたんだいヒルダさん。それは手紙？もしや兄上からか。うん、それがなぜだか私のことを褒めてくれてるんだ。ほら、戦うことの意味が分かったヒルダは一つ成長したねって。いつもはお前が心配だ心配だ心配だってそれしか書いてこないのに。そうか、君の兄上が褒めるなら本物だ。一緒に戦った僕も誇らしく思うよ。でも戦ったことを書くのは初めてじゃないのに、なんで褒めてくれたのかな。君が前回の戦いで常よりも懸命に戦ったことが伝わったからだろう。兄上ほどの武人ならば行間からそれを察することができたとしても不思議はない。だとしたらローレンツ君のおかげだね。あなたがいたから一生懸命になれたんだよ。でも私が戦えると思われて変な期待かけられたら嫌だな。なぜ期待されるのを嫌がるんだい。君には素晴らしい才能があるというのに。君が言うわがままも怠け癖も僕にしてみれば可愛いものだ。可愛い？そうかな。それよりも重要なことを思い出したぞ。約束は守ってくれたんだろうね。その僕のことを手紙に書くという。ちゃんと書いたわよ。兄さんたらローレンツ君の話聞いて。人を導き力を引き出すことは難しい。彼はきっと同盟の要となるだろうって。自分の弟に欲しいくらいだなんて書いてきたんだから。そうか、彼ほどの優勝の弟になれるならこちらこそ願ったり叶ったりだ。兄さんが言う弟に欲しいって言葉の意味ちゃんと分かってる？分かっているとも。実は僕もそのことを考えていたところだ。だがすまない、今はまだその時ではない。この戦いに終止符を打ち世の安寧を勝ち取るまではな。勝ち取ったらどうするの？ちゃんと言ってほしいな。君の頼み事でもそれは聞けないな。これはお互いの人生に関わる重要な話だ。僕たちにふさわしい場所でふさわしい贈り物とともにふさわしい言葉で伝えねばなるまい。なんせ僕はローレンツ・ヘルマン・グロスタールだからね。はあ、はあ、あの人でいいのかな私。順風満帆っていう感じでしたねローレンツ君。まあ良かったんじゃないですか。ラファエル君、例の首飾りできたわよ。はいこれ。ん、おー、すげーよ。なんだこれ、キラキラだぞ。ヒルダさん職人みてえだな。これどうやって作ったんだ？
キラキラの石と花を小瓶の中に入れて樹液を流し込んで固めたの。これだけだと寂しかったから部屋にあった小花も入れたんだ。石と花を均等に散らばせたり気泡を潰したりして結構面倒だったんだから。じゃあこれは首にかける部分の紐。おで用意したものじゃないぞ。それは私が作った編み紐。金属だとかぶれる子もいるからね。あなた私が言ったものしか用意してないんだもん。特別だよ。すげえよすげえよ、ユタさんすげえよ。なんで泣くのよ。だってお手の妹こんな綺麗なもんもらったことねえだろうし、おで妹にいっぱい我慢させてるし、可愛いもんも買ってやったことねえし、絶対喜ぶって思ったらよ、嬉しくてよ。あ、はいはい、もう恥ずかしいからやめて。だけどそんなに喜んでもらえたんなら私も珍しく頑張ってみてよかったよ。いつもは頑張ってねえのか。なんで頑張らねえんだよ。頑張ったのに期待に応えられなかったら嫌でしょ。それに単純に疲れるし。でも期待に応えられたら嬉しいだろ。相手も嬉しいしみんな嬉しくなれるぞ。うん、そうなんだね。ちょっとだけ分かったよ。ついでにラファエル君のおかげで兄さん側の気持ちも少し分かったかな。兄ちゃん側？ああ、そうか、ヒルタさんにも兄ちゃんがいるんだったな。うん、過保護でめんどくさって思ってたけど今はちょっと感謝の気持ちっていうか、ラファエル君を見ていて私にも兄さんがいてよかったなって思えたよ。妹のことを気にするのは兄ちゃんとしては当たり前だけどな。そうだ、まだ首飾りのお礼を用意してねえんだけどよ、今度はおでがヒルタさんの兄ちゃんにかっけえ首飾りを。それは遠慮しとくわ。それよりもこの戦争が落ち着いたら妹さんと一緒に会いに来てくれないかな。え、そんなことでいいのか。うん、妹さんに似合うか確認したいし紐の調節とかしてあげたいしさ。言われなくても行くつもりだったぞ。妹だって絶対に会いてえって言うよ。そっか、じゃあ末永くよろしくね。ん、末永く。その花の花言葉を言っただけ。ヒルダ、重婚罪だぜそれは。お茶ひっくり返しちゃった。お茶の葉って絨毯に絡んで面倒なのよね。あれ、ヒルダさんどうかしたんですか。あ、イグナーツ君、茶器をひっくり返しちゃって。お茶は飲み終わってたんだけど入れ終わった茶葉を撒き散らしちゃったの。ああ、これは手伝いますよ。濡れた茶葉はシミになっちゃいますから。でもイグナーツ君、これから用事があるんじゃないの。ああ、いえ大丈夫ですよ、僕も休憩時間なので。手に持ってるの絵の道具よね。絵を描きに行こうと思ってたの。あ、はい、いいお天気ですし綺麗な花が咲いている場所を見つけたので。でも急がなくても花は逃げませんから、早く掃除しちゃいましょう。うん。イグナッツ君ありがとう、時間取らせちゃってごめんなさい。でもシミにならなくてよかったです。絨毯に絡んだ茶葉も綺麗に取れたし。これから絵を描きに行くの。今日はもう時間なくなっちゃった。いえ、時間は大丈夫なんですけど、あの
よかったらこれから一緒に行きませんか。あ、迷惑ならいいんです。忙しいですよね。ごめんなさい。私何も言ってないよ。あ、いやでも黙ってるから嫌なのかなって。嫌なんて言ってないじゃない。ちょっと驚いただけ。綺麗な花、私も気になってたんだ。誘ってくれてすっごい嬉しいよ。あ、はよかった。嬉しいですか、本当に。なんで疑うの。一緒に何かしようって誘ってもらうのは嬉しいものなのよ。それは確かにそうですね。相手の人が自分を認めてくれてるような気がしますし。そうそう、だから一人で勝手に気を使って一人で何でもやろうとしなくていいんだよ。一緒にやろうよって言えばみんな嬉しいんだからさ。そうですね、相手が喜んでくれるなら。じゃあヒルダさん、花を見るだけじゃなくて絵も一緒にどうでしょう。私も描くの。あ、いやそうじゃなくて、花に囲まれた君を描きたいなって。あ、これはさすがに嫌ですよね。すみません、調子に乗ってすみません。だから何も言ってないってば。そうね、でも嫌かな。あ、すみません。私を可愛く描いてくれなきゃ嫌かな。描いてくれるわよね。もちろんです。絶対可愛く美しく描きます。そうよね、当然よね。だって私今ならとびきりの笑顔ができそうだもの。ごめんな、なんか今回ヒルダめちゃくちゃ連続して見てるからさ、ヒルダがもうなんかいい男はべらすなんかハーレムモノみたいになっちゃった。ハーレムモノ続けます。続けるか。はあ、なんだか喉が渇いちゃったわ。何か飲み。ヒルダ、紅茶なら用意してある。よければ飲みたまえ。あ、いけない、忘れ物しちゃった。ヒルダ、忘れ物とはこれのことかい。あ、そういえばまだ返してなかったっけ。ヒルダ、ショコの本のことだろ。先ほど私が返却しておいたよ。ありがとう。ねえフェルディナント君、なんでそんなに私のことわかるの。これまで君からは実に様々なお願いをされてきたからね。お願いされそうなことを想像すれば君の頭の中は丸裸というわけさ。丸裸って、それじゃあ今私が何を考えてるかわかる。うん、そうだな、お菓子が食べたいかね。残念、正解はね、そこまで私を分かってくれてるとあなたのこと好きになっちゃいそう。それも仕方あるまい。だが私の有能さを理解する君にならなんてね。冗談でした。本当は紅茶を。惚れられるのは大歓迎だよ。え、今なんて。惚れられるのは大歓迎と言ったのだ。本当の君は才能にあふれた女性だ。それに気づかない私だと思うか。そんなことは。それなのに君は怠惰を演じて自分の才能を誰にも見せようとしない。なんという謙虚さ、つつましさ。私にはとても真似などできないだろう。謙虚？初めて言われたわ。物はいいよね。でもありがとう、こんな私を肯定してくれるのはフェルディナント君だけだよ。じゃあこれからも謙虚につつましく甘えちゃおっかな。望むところだ。では行くとしようか。
行くってどこへ？紅茶を入れてほしいのだろう。ならば食堂に決まっているだろう。フェルディナント君、本当に優しいんだから。いや、冗談でハーレムって言ったけど、もう本当にヒルダー、あれがね、いろんな男を落としまくってんな。おお、まだまだいっぱいあるぜ。なあヒルダー、ちょっと聞きてえんだけど、いいか？ガスパル君、聞きたいことって何？いや、お前ってよく人にお願いしたり甘えたりするじゃねえか。けど俺にはしねえのはなんでかと思ってよ。甘えてもいいんだったら私甘えちゃうわよ。カスパル君って意外にそういうとこ目ざといわよね。たまたま気になって。つうか意外ってなんだよ。でも甘えたところであなたは何もやってくれないでしょ。だから初めからあなたにお願いしないで自分でやるようにしてるのよ。俺そんなやつに見えてたのか？よっぽど無茶な頼み事じゃなけりゃ多分引き受けてやると思うぜ。私の場合頼み事を押し付けるのは嫌っていうか、言わなくても私のお願いに気づいて頼まなくてもやってくれるのが理想なの。でもあなたってそういうの全く気づいてくれそうにないでしょ。そのくせ私が他の人に甘えてるのは見てるんだ。永遠の謎よね。そうか気づけねえのは悪いけどよ。けど普通に頼みはいいじゃんかよ。何が違うんだ？普通に頼んだら嫌だなって思ってもつい引き受けちゃう人いるでしょ。でも相手から言ってくれたらお互いに気持ちよく話が済むじゃない。相手に言わせるように仕向けてんなら結局同じじゃねえのか？それとね、私はカスパル君が自由にしてるのを見るのが好きなの。私があれこれお願いしたら自由なカスパル君じゃなくなっちゃうし。よくわかんねえけど俺もお前の自由なとこは好きだぜ。縛られねえ生き方ってのか、そういうの本当にいいよ。だけどいざとなったらちゃんと俺のことも頼れよな。誰かに遠回しに甘えてる場合じゃねえ時だってあんだろ。カスパル君、ありがとう。じゃあ早速私の部屋まで来てほしいな。一人じゃできないことしたいかなって。ダメ？部屋？いいけど、なんだ、模様替えか、引っ越しか？やっぱり気づかないよね。ずるいなカスパル君。まあいいや、ちょっと荷物を運んでほしいのよ。なんだそんなことか、楽勝だぜ。物は言いようだけどカスパルにその手段は効かんやろ。あ、チリル君、今からお掃除？ご苦労様。ヒルダ、水と貝歯運んで疲れちゃったのよ。少しここで休ませて。あ、ヒルダがちゃんと一人で仕事してる。手伝ってくれるツリル君がいないから一人で頑張っちゃったわよ。別に僕じゃなくても助けてくれる人はいるだろう。ツリル君を待ってたんだよ。だってほら、手紙？前に兄さんと手紙のやり取りをしてる話したでしょ。それでチリル君のことも何度か書いたのよね。人のことを勝手に書くなんて、君って本当に。別に悪く書いてないわよ。それどころかほら、読んであげるね。バルミラ人であっても均衡法制で慈悲の心を持つ者ならば尊敬すべきだ。人間として立派なものは重んじなさい。国の事情など大事の前には無に等しい。へえ、すごいね、かっこいいや。パルミラと戦う貴族の言葉とは思えない。
でしょ？あんな兄さんだけど、私も見直しちゃったんだ。嬉しいな。こっちじゃパルミラ人ってだけで悪い印象を持つ人も多いから、僕を一人の人間として認めてもらえたような気がして。何よ、私もずっと認めてるわよ。ゼリル君にお願いしたら何だって完璧にお手伝いしてくれるもの。それは認めてるんじゃなくて頼ってるんでしょ。イルダはまず兄さんから心配されないような大人になりなよ。私だって成長してるわよ。水やりも会話もちゃんとできたんだから。だとしても僕、ヒルダに認められても全然嬉しくないな。頼られるのはとても嬉しいけどね。じゃあもっと頼ってやるんだから。まずはさてと、僕ここの掃除始めるから。ちょっと待ちなさいよ。ハーレムな感じはしなかったけれどもやっぱツリルほどの真面目な子だと聞かないですね。あれ、バルニー、こんな時間まで訓練？柄にもなく熱心だね。おう、ヒルダか。お前、最近どうだ？どうって、何がよ？変な男に言い寄られてねえかって話。はあ？そういえば最近、男の子からのお誘いが少なくなったような。よしよし、ちゃんと男どもには伝わってるようだな。ちょっとちょっと、バルニー、何かおかしなことしてる？いや、俺はホルストの思いを裏切れねえからよ。その話、ずっと昔のことなんでしょ？もう兄さんだって忘れてるよ。いやさ、この前久しぶりに会った時に別のことを頼まれちまってな。え、まさか私に近寄る男を片っ端からぶっ飛ばしてくれみたいな？ちげえよ、セテスの旦那じゃあるめし。じゃあ何を頼まれたっていうの？お前を嫁にって考えてる野郎は多い。だから俺が試してやってんのさ。試すってまさか。このバルタザール様を倒さねえ限り嫁にはやらんってやつだ。はあ？それじゃあ片っ端からぶっ飛ばせってのと変わらないじゃない。だいぶ違えだろ。俺は俺に挑んできたやつしかぶっ飛ばさねえんだぞ。だけど格闘王に挑もうなんていう無謀な人なんていないでしょ。そこは不意打ち上等にしてやってるから意外に挑戦者は多いんだぜ。この前はちょっと危うくてな、寝てたら急に首を絞められちまって。私、寝込みを襲って首絞めるような人と結婚したくないんですけど。だからこうして鍛え直してるってわけよ。中途半端な野郎にヒルダはやれねえ。やめてやめて、今より強くなっちゃったら私一生結婚なんてできないじゃない。そうだな、このバルタザール様を倒せるやつなんざフォドラ中を探してもホルストか俺くらいだろうなバルニーをバルニーが倒すって何それ。てめえの敵はてめえ自身って言うだろう。俺はいつか俺を倒すんだよ何それ、意味わかんないけど。そうなった時にはちゃんと約束を果たしてやるからな、ヒルダ。まあいっか。まあそんなもんでしょうよし、ヒルダはこんなもんかな。マリアンヌはマリアンヌの支援会を一気にガッて見るときに見ようかな。じゃあレオニーをもうちょっと見ていきたいかなね。
こんなところかな。調子が良さそうだな。日常に訓練を取り入れた成果か。ああ、あれですか、やってはいるんですけど。何か問題が。弓の腕は上がってるんですけど、虫嫌いは変わらずかなっと。やっぱり今でも実物の雲は苦手なんですよね。本当に雲を描いて狙っているか。絵を見せてみろ。いいですよ、どうぞ。これはなんだ。どう見ても雲ですよね。我ながらうまく描けたかなと。そうか。笑った、シャミアさんが笑った。しかもおかしな引き笑い。私も未熟だ。あまりな出来とはいえ心が乱された。あまりな出来ってひどいな。だいたいこんな感じじゃないですか。クモの足の数を知っているか。体の形は。知らないですよ、嫌いなんだから。大雑把さは師匠譲りか。まあこれを狙っていても実物にはなれんだろうな。笑った詫びだ。私が描いた雲をやろう。ああ、な、何これ、本物の雲みたい。こうして細かく描けば弱点もわかる。あとは狙っているだけだ。うわ、丁寧に描きすぎですよ、凝視できない。虫嫌いを直すにはこれだ。弓の腕もついでに上がる。なんだか弓の腕がついでになってきたような。君は一流の傭兵になるんだろ。虫嫌いでは野営もできんぞ。そう言われると頑張らなきゃダメか。シャミアさん、私やりますよ。絵の雲になれたら本物の雲だって片っ端から退治してやりますから。その息だ。よし、これで雲が減るな。いやー、まあね、ラファエルとシャミアの時もなんかこう可愛い悲鳴を上げたりとかしてたけど、レオニーとではおかしな笑い声を上げたりするんですね。雲が減るなって喜ぶのってやっぱ雲な慣れてない気もするけれども。つまり結論として、私は師匠みたいな傭兵になりたいんです。途中を大幅にすっ飛ばしての結論、ジェラルド殿を見ているようだ。でしょでしょ、この感じ師匠を真似してみたんです。そんなところばかり真似されても、結局のところは戦いの技量次第だと思うが。だが私はレオニー殿がそう言ってくれるのは嬉しい。え、なんでですか。私もジェラルト殿のような騎士にならんとこれまで懸命に励んできた。だがこの年になり、私ではジェラルト殿に及ばないことが分かってしまった。そんなことはないと思いますけど。いや、いいのだ。私の技量は私自身が一番よく知っている。だがレオニー殿にはまだ若さがある。若さは何にも勝る武器であり可能性だ。ジェラルト殿を目指した者同士、私の夢はレオニー殿に託したい。あ、アロイスさん、急にそんなかっこいいこと言われても。私、泣くことはない。むしろ清々しい気分だ。私の夢をレオニー殿に託すことができて、ジェラルト殿は良き弟子を残された。ジェラルト殿の遺産引き継いでくれるな。アロイスさん、わかりました、私が引き継いでみせます。レオニー殿。さてでは早速だが、先日話した酒場の話は覚えておるな。ああ、あのテオノの話の。もちろん覚えてますけど、それが何か。あの酒場には
ジェラルト殿の大量のツケが残っていてな、今でも払いを請求される。レオニー殿はさっきジェラルト殿の遺産を受け継ぐと明言してくれたな。そういうわけで支払いは頼んだぞ。何それ、私何も飲んでないのに。私も下戸だ、飲んだのはジェラルト殿だ。なのに今までコツコツと返してきたのだ。その店だけじゃない、ジェラルト殿は任務で他の町を訪れるたびにツケを作ってきた。故にどこかの酒場へ行くたびに支払いを催促される。もう限界なのだよ。今後払うのはレオニー殿だと伝えておく。若いレオニー殿なら大丈夫だ。頼んだぞ。ちょっと待ってよアロイスさん、冗談でしょ。なんだこれ、私の感動を返せ、ついでにお金も払え。もうこれはね、ほんとひどい話で、ね、ただの連帯保証人なんだよな。OK、 じゃあ今回ここまでにしておこっかな。短めかもしれないけどね、編集で。まあまあいいでしょう。じゃあ次回はこれね、アリル奇襲戦を攻略していきます。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。